手前左側が大宮島。手前中央は池間島。中央の大きな島が宮古島。大宮島の空中写真。この写真は髪型が北東方向である。多数の珊瑚礁に囲まれている。1977年撮影の4枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。 大宮島は、宮古列島の島の一つである。宮古島の北約4キロメートルに位置し、行政区分としては、沖縄県宮古島市に属する。2005年の合併以前は、平良市に属していた。面積は0.24平方キロメートル、人口22人。集落は、港がある島の南側に集中する。集落から丘を登ると園圏台があり、宮古島、 池間島を展望できる。集落以外の島内の多くは聖域とされ、島民以外の立ち入りが禁じられている。2000年5月には、島の約20%にあたる6万平方メートルを消失する山火事が起きている。被災、訴震災が開催されることで知られる。人が住み始めて約200年とされるが、被災の関係で島の歴史は、 島民の交渉が中心となっており未解明なところが多い。島の周囲には珊瑚礁が発達しており、海岸には侵食により根元が細く削られたノッチと呼ばれる奇岩が点在する。17世紀の海賊キャプテン・キッドが財宝を隠したという伝説がある。ただし、キャプテン・キッドは大西洋及びインド洋を中心に活動しており、大は島は その活動範囲からは大きく外れている。反応反漁の島で、カーだキダコと呼ばれるヒダコが特産。高齢化と過疎化が進んでいる。近年、観光による振興が図られ、観光客が増加している。2013年には、島唯一の食堂兼民宿、オプユー食堂が開業している。2010年には、島の北西部の一周道路と海岸とに挟まれて、 できた塩だまりを利用して熱帯魚を蓄養し観察できる自然水族園を設ける構想が報じられたが2016年現在続報はない大宮島では都方言の一つである大宮方言が話される大宮方言は音韻的に特殊であるありがとうございます